はい、どうもこんにちは、いつきです。いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。今回はですね、タイトルちょっとまだどんな感じになってるかわからないんですけれども、いつもですね、私のチャンネルを、ご覧いただいているというですね、書店様から、ご相談いただきまして、この度私ですね、いつきとして、初の講師デビューをすることになりました。ありがとうございます。これまではですね、SNS などで、まあ、オンラインで、いろいろと活動してきたんですけども、多分初めてですかね、リアルの場でいつきとして出るっていうのは多分初めてかなと思うので、正直今ですね、今この撮影してるのは何度か書店様と、オンラインで打ち合わせを終えて、講座内容とかも、まあ、ある程度決まってきて、今ちょうど私の方で講義用のスライドをですね、作ったりしながら実際のシミュレーションをちょっとしているっていうような、状況でありましてですね、まさか YouTube を続けることでですね、このような機会をいただけるとは思ってなかったので、正直ずっとドキドキしている状況です。で、今回の講座ですね、オンライン受講もあるんですけども、店舗でもですね、ご参加いただく方がいらっしゃるということで、目の前でですね、要するにはまあライブで講義するということで、ね、まあ、これまでですね、まあ、仕事の方ではいろいろと、まあ、プレゼンの機会はもちろんたくさんありましたし、またセミナーの司会をしたりだとか、そういうこともしてきたので、そういう何でしょうかね、全くの全部初めてっていうことはないんですけども、私が講師としてそういう形で出るっていうこと自体は今回初めてかなということでですね、新しいチャレンジの機会をいただけたなというふうに感じております。講座の内容などについては概要欄の方でちょっと出てるかなと思うんですけども、まあ、基本的にはですね、 iPad をもっと活用できるようにするということをですね、基本テーマとした講座という形になってます。で、最初ですね、ご相談いただいた時もいろいろとそのノーションとかの発信もしていたので、そのあたりのご相談もあったんですけれども、そのただノーションのことをお話しするだけであれば、結構いろんな方がですね、もう非常に発信をされていらっしゃるので、私が講師になるなら私ならではの要素があった方がいいんじゃないかなということで、ノーションとそのグッドノートで使えるですね、テンプレートをですね、自分なりのテンプレートが作れるような講座にすることで、これまでやってきたオリジナリティみたいなことを出せるんじゃないかということで、講座を組み立てたという形になってます。で、今本当にいろいろと試行錯誤してですね、スライドを今ちょっと内容を検討したりとか、どういうふうに話そうみたいなことをやってるんですけども、まあ何でしょうかね最初も言いましたけど、ずっとドキドキしてます。で、やはりですね、こういった参加いただける方がいらっしゃるということでですね、その方が本当に参加してよかったなっていうふうに思っていただけるように、ちょっといろいろとですね、いろんな工夫をですね、できればなと思ってますし、やっぱりその講座終わった後にですね、まあ、実践できるような形で、学びになるような形でですね、実際に iPad をより、まあ、講座を受ける前よりも、使えるようになっている状態っていうのを目指せるように、やっていきたいというふうに思ってます。で、本当にですね、そのありがたいなというお話でございましてですね、本当にその YouTube を続けてきてよかったなっていうことと合わせてですね、やはりそれっていうのは、いつも見ていただいているこの視聴者様がいらっしゃるからこそ、このような機会をいただけたというふうに感じてますので、YouTube の方もさらに頑張っていきたいなという意欲に今思いながらですね、やってるという形でございます。で、またこの後はですね、スライドのデザインですね。スライドのデザイン、まあ、組み立てながらですね、ちょっとやっていきたいと思ってまして、またですね、この後の動画の方では、リハーサルの時なのか、第1回の講義を終わってなのかっていうところで、
ちょっとですね、動画、また続けて撮影していきたいと思ってますので、まあ、いつもと違った動画になってるかなと思います。いつもはもう基本のテーマがあって、それをですね、解説していくっていう形だと思うんですけども、今回の場合はこの先の展開がちょっと私自身が分かってないので、どんな風になっていくのかっていうのは分からないので、まあ、こういったような動画っていうのも、こういう活動してるからこそ、まあ、その講座を作る、講座を、講師をする裏側みたいな形でご覧いただけるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、ただいま第1回目の講義が終わって帰ってきました。いやー、本当に緊張しましたね。特に最初はですね、ガチガチになってたんじゃないかなというふうに思います。ただですね、店舗の方とですね、オンラインの方でご視聴いただいたんですけども、やっぱりですね、目の前に参加いただいた方のですね、顔とかですね、反応を見ることができたので、まあ、ある程度自分の中でですね、まあ、落ち着いてお話できたんじゃないかなというふうに思います。今日の当日朝もですね、改めて最後のチェックをしたのと、あちら店舗に着いてからもですね、改めてリハーサル自分の中で、したので、ある程度お話できたんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ少しでもですね、今回お話しした内容がご参加いただいた方に役に立っていれば、本当にもうそれが一番嬉しいです。で、第1回のですね、講義が終わりまして、全3回なので、あと2回あります。あと2回頑張るんですけれども、本当にですね、今回、良い経験をですね、させていただいてるんじゃないかなというふうに思いますし、本当に私自身も今回のことで勉強させていただいてるなというふうに思っております。今回ですね、テーマとしては、Notion。グッドノーツ、キーノートということで、3つのアプリをですね、お話をしていく、全3回でですね、していくんですけれども、まあ、この回ですね、こういった講義をする中で自分が
得た内容っていうのをまた自分の中で整理をしてですね、今後ですね YouTube の方でもいろいろと展開できるようにお役立ちできるようにですね頑張っていきたいなというふうに思っている所存です。まあ最近ですね、まあ今日本当に始まるまでなかなか、まあ、昨日とかも寝つきがね、いつも以上に悪かったりとかしたので緊張ですね、本当に緊張してたんで、まあ、本当にまず1回目終わってよかったなというふうに思ってますし、まあ、実際に参加いただいた方がですね今回ご説明した内容を少しでも実践できるようにそこの支援がですねできたらなというふうに思ってます。まあこういったですね動画を、まあ、今後もいろいろなチャレンジしながらまあ、お届けできるのはやっぱこうやってですね YouTube というですね、活動の場をいただいているからだというふうに思ってますので、改めて視聴者の皆様には本当に感謝しております。本当にありがとうございます。またですねこういった私のチャレンジがいいなというふうに思っていただけたら、ぜひ高評価チャンネル登録ですねお願いできれば本当に嬉しいなというふうに思います。それでは本日も最後までご覧いただいて本当にありがとうございました。